カード以外に小銭だとかちょっとランチに行く時用のお札とちょっと固定すれば iPhone を横向きにも固定できるんですね。なのでグルナビとかブログで検索したお店に iPhone で調べながら充電パッドの上に置くと充電が開始するっていうケースなんですね。で今喋ります、いきます、こんな感じ。すごい光ってるキーボードを打って、らしくすごい夏のファッションに合う感じで、こんな感じで友達と合わせて並べて使うのも面白いですよ。筆につけたりバッグにつけたり、色特にヘタってきてないんですね。結構しっかりしてます。柔らかいんだけどしっかりしてるケースです。おしゃれなレターケースを探しの方はぜひこのシードのと内側に大きな粘着パッドがあります。触るとペタペタはしますが、 iPhone を貼ったり剥がしたりしても iPhone に粘着したペタペタ、それから iPad Air もう余裕で入るサイズなんですね。で、この中に見えてるチョロチョロっと見えてるケーブルなんですけど、ハンドストラップもついているので、ちょっとしたお出かけであればもうこれだけパッと持っていくことができます。ランチタイムだったら便利ですね。